はい、どうも、片木の介です。今回は、近所のおじさんから依頼されました。この、味切りですか、小手羽と、刺身包丁を研いでいきたいと思います。ちょっとサビがあるんで、このサビ取って、いきます。なかなか使い古された、だいぶ細くなってしまってるやつですけどね。これは、切り刃がちょっと厚みがあるので、ちょっとだけこの辺も研いで、刃をつけていきます。はい、今回の研ぎは終了です。しのぎをまっすぐにするのって難しいですよね。これなんですけど、さすがにこの幅短すぎて、なかなか切れ味出すのが難しかったです。まあ、新聞紙が切れるんでいいかなと。